常識を覆さなければ最強の力をつかみ取ることはできない。どうもジャミューです。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。この妻はおそらく DT4 ですね。 DT4 に対し、相手が開幕 TSD。 さあ開幕 TSD から、シングルからパフェありそうだったけど、こちらのダブルかな。こちらの T スピンダブルの方がおそらく火力が高かったんで、パフェを妥協した形かな、多分今の。一応TSD パフェのパターンって、大美濃のその2ライン消しのパフェもあるんだけど、T スピンダブルをその相手シングルにしてから、L か J ミノ、L ミノか J ミノでパフェを取るっていうパターンもあるんで、さっきのが、相手の形、今そのパターンのやつでしたね。さあ、相手直列で相当てるんで、これ警戒しなきゃダメですね。しかし、ここを掘り切ればこちらも直列にたどり着く。さあしっかり T ミノで先読みして、これはいいですね。 T ミノで先読みしといてテトリスを総裁外されても、しっかり火力総裁できるのを用意しとくと。でしっかり直列までたどり着いてリップクリーム総裁外してダブルテトリス、これは強いぞ。でさらに T スピンダブル組んでるけど、今の相手のテトリスボリューム良かったですね。しっかりテトリスにして総裁当ててくる。で、今度は相手が直列で行っている。まあ、それを見て、しっかり総裁当てましたね。ああいうところで、相手がま、直列、直通行ってるのに対して、無理やり総裁外していくと、どん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 不利になっていくんで、しっかり、そういうとこは、見て判断。ジェイミノ、おっと、ジェイミノ、アイミノと掘りに行くかと思ったけど、ちょっとジェイミノの置き場所に困っていて、時間を使いすぎましたね。時間使いすぎて、ちょっと不利になったかと思いきや、相手もエスミノだったかな。エスミノの置きミスをしていたところに、どん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 火力を送ってて、おっと、アイミノが間に合わず刺さっていくか。エスミノを置きミスした上で、まあ、無理やり結構、無理に T スピンを作っていた感じがあったんで、それが影響しましたかね、今の。そこに、つかさず、まあ、火力を送って刺しに行ったって感じですかね。最後のアイミノの3ライン消しが間に合えば、まだ、ワンチャンあったかなってぐらいはあったけど、しっかり、そこを咎めていくと。さあ、これいらないしていき、テトリスもあるかな。バックバック付きのテトリス対テトリスなんで完全総裁で、相手が Z ミノ、L ミノ、T ミノまでの5連、それに対してこちらは、T スピンシングル。で、これ大ミノ先読みっすね。この3ライン消しからの、T スピンダブルになるやつ。これね、割と強いんですよね。3ライン消しってまあ意外に強くて、さらに、続きざまに T スピンダブルなんでかなり強いやつですね。相手が7連までのホリレンのルートに対して、こちら、アイミノ、ゼットミノ、ジェミノ、オミノまでか。何するのよ、何するのよ、何するのよ。さあ、何するのよ地獄で、相手を地形高くして辛くして、さあ、まとめ打ち。まとめ打ちの体勢だけど、相手もしっかり操作やってますよ。アイミノ間に合うか、間に合った。ギリギリ間に合って、T スピンダブル。T スピンダブルと T スピンダブルの操作当たる。火力どん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 送ってるけど、もうちょいなんか、総裁外しを徹底した方が良かったかもしれないですね。かなり有利な地形だったんで。さあ、T スピンダブル、まあ総裁当たる形になって、どうだろうな、5分ぐらいですかね。Z ミノの2ライン消し、おっと、Z ミノ見せてしまう。しかし相手もちょっと妥協したんで、火力的にはあんまり出てないけど、しっかりテトリス打ってから T スピンダブル。これ TSE 間に合わせたいか？テトリス来て間に合わない。ね、エスミノって、積んでますね、これは。これはダメだ。おそらくまあ、どこに置いたとしても、その後が刺さる地形だったかな、多分今の。置く場所がなかったですね、ミノの。今のはね、T スピンダブル、テトリスにし、まあちょっと欲張りすぎたって感じですかね。もうちょい妥協気味に受けの広い形を意識しとけば、耐えられる選択肢はあったと思うんで、あ、ちょっと無理すぎた感じですね。あんまりやっぱり無理すぎるの良くないんで。しっかり妥協をすれば良かったところを、積みすぎて刺さっていく。さあ、今回は、こちらまあ地形高いですけど、ホリレンのルートで、ジェイミノまで掘れるんで問題ないですね。エルミのジェイミノまでの、6連。6連の、2ライン消しで、まあまあ強い。しかし、アイミノを気にせしたぞ。それはしっかり Z ミノ、T ミノで、リカバリーしてって、しかし相手は連通や。ホリレンが Z ミノ、L ミノまでの8円まで繋がって刺さってしまいましたね。これはちょっとおそらくまあ、積みすぎていたというか、3列連チックに掘ろうとしてたんで、ちょっと相手見てなかったかな、この試合は。
相手のホリレンが繋がるのを凝視してなくて、積みすぎて刺さっちゃいます。今のはちょっと良くないかな。ああいうのもしっかり、相手見て、どこまで繋がるか、確認して、した上で、しっかり、妥協して消していきたいところなんですよね、本当は。ああいう負け方はあんまり良くないですね。まあ、しっかり相手を見ようということですね。さあ、今度はレンチックに構えて、10連までのホリレン。しかし、相手、かなり地形高いけど、T スピントリプルで火力高め。さあ、総裁外してって、T スピンシングルなの見て、今の総裁外しましたね。これはいい。今のT スピンダブルだと、火力高すぎて受けきれなかったんだけど、しっかり T スピンシングルなの見て、総裁外してから刺しに行きましたね。今のはいい。受けれるのを判断した上での、総裁外しですね。さあ、今の開幕 TSD が直列で来れば、まあ通称ラッキーパフェが取れたけど、ラッキーパフェは取れず。しかし、ダブル消しからのテトリス。テトリスから4列で行った。4列で行った。さあ強気に積み込んだけど、エスビノのギブス大丈夫か。ちょっと危なさそうだと判断して T スピンダブルにしましたね。火力を一気に送られると、あそこまで積んでるとまずいんで、T スピンダブルを用意して、総裁分の火力を用意した上での、連の発火。で、まとめ打ちですね、これ。T スピンダブルからテトリスのまとめ打ち。あいみの、ジェイミのまでは削らずに、一回ここで途切らせてから、さらにもう一回まとめ打ちです。T スピンダブルテトリスを打っていく。それに対して相手はテトリスでしっかり総裁当ててくる。さあ、バックトゥーバック付きのテトリス。強気な総裁外しからの TSD テトリスが、刺さりましたね。これも、まあ、かなり、一見危ない、見えるけど、しっかり総裁外した上でのまとめ打ちだったんで、良かったですね、これは。まあ、相手が刺さることを確認した上での総裁外しからのまとめ打ちは非常に強いんで。まあ、受けられる範囲なら、まあ、ギリギリまででも受けきれるとね。これは、良かったですね。非常に良かったと思う。うん。まあ、まとめ打ちというか、まあ、受けきれるところは受けきりましょうということですね。はい。もう一つ見ていきましょう。かなり強気なプレイ。強気なプレイも、時には非常に重要になると。さあ、パフェ積みたい DT 砲で、これパフェ取れる。2連パフェの体勢だが、まあ相手が火力を送ってきてたんで、パフェは取れなかったんで。一応、パフェ取れる形ではあったけど、相手の火力がパフェを取らせなかった。さあ、積んで積んで積んで、これいらないからの、火力重視ですね、これ。TSD テトリスで、さらに、火力重視の地形だが、相手もまあ火力は出そうなんで、まあ現状は5部っすね。さあ、総裁当てて、テトリスからのホリレンのルートにしたか。しかし、あんまり繋がんなかったっすね、今の。もうちょい繋げるルートあったような気がするけど、ちょっとあまり繋げられず、微妙なショボレンになってしまう。それに対して相手はもうどんどんエステティックマジック地獄で、こちらに火力めっちゃ送ってきてますね。さあ、掘ってって、3ライン消しから T スピンシングル。しかし、穴いいぞ。下穴がいいんで、これは問題なさそう。総裁外してから、テッドリス T スピンダブル。しかし、相手も、6連までの掘りのルート。Z ミノまでの6連の掘り連のルートをしっかり確認した上での、総裁外して T スピンダブルテッドリス。から TSD で、おっと、T ミノ置きミスしたか。T ミノの置きミスが致命傷になって刺さっていく。まあ、今のは相手にまとめ打ち、てかこちらのまとめ打ちで相手にプレッシャーをかけた上での、かけたからまあ置きミスしたって可能性もありますね。上部になってしまうとどうしても焦ってしまうところがあるんで、それで置きミスの比率的にはアップしますからね。しっかり、総裁外し重要になると。これは、こちらバックトゥーバックついてないんで、総裁外ししたって感じですかね。まあ、バックトゥーバック付きの攻撃に対し、そのバックトゥーバック付きなしの攻撃で総裁当てるのはあんまり良くないんで。なぜかというと、穴バラが来るからですね。そういうとこもしっかり細かいけど意識しましょう、できれば。さあ、これいらないからの直列強いぞ、これは。TSD から非常に火力出そうな地形だが、まあ、相手も地形低いんで問題なさそうではありますね。さあ、T スピンフィンにして、T スピンフィンシングルから、テトリス掘りしていきたいところ。相手も、エスミノだったか置きミスしてたけど、しっかり、T スピンにしてリカバリしましたね。しかし、まあ、置きミスしてるのには変わりないんで、4列積み込み、積み込みの猶予があると判断して積み込んだが、これはエルミノ、オミノ、エスミノまでか。エスミノ、ジェミノまで繋げた、9連まで。9連、おっ
とは S ミノから Z ミノ置いて T スピンダブルで打とうとしたと思うんだけど、Z ミノ置いたじゃない、S ミノか。S ミノ置いた時点で T ミノが引っかかって刺さってしまう。まあこれもしっかり置き見する見た上での、連の積み込みでしっかり相手を地形高くしたっていうのが良かったっすかね。結果的にはそれが勝因だったと思う。さあ、TSD からテトリス打つが相手もしっかり、まあ受け切れる。あ、さあ、アイミノの置き見つらいこれ。相当辛い置きミスしたが、間に合うかこれ。エルミノで、T スピンちょっと間に合わないんで削る形になってしまう。T スピンダブル。T スピンシングルからテトリスにしたいけど、ちょっとダブルじゃないと厳しいんで、ダブルにして。さあ、3枚消し間に合う。さあ、なんとか掘り切れるかこれ。T スピンシングルから、アイミノを置いて T スピンダブル。うまい。おーっとうまいと言おうとしたが、T ミノの置き見せてか、T ミノのハードドロップ暴発してしまいましたね。今の T スピンできればかなり堀の目があったんで、さらに、テトリスからの T スピンダブルの地形だったんで、めっちゃうまかったと思うんだけど、T ミノ暴発してしまった。あー、そうだ、あの試合覚えてるわ。なんか、実戦でやったのを自分でも覚えてますね、今の試合は。ちょっと解説してるときは覚えてなかったけど。今のを見て思い出した。いや、自分のこの、やってる時のプレイを思い出しましたね。さあ、今回は、相手が開幕、まあ、かなり、置き見せしてたんで、それを見て、しっかり連で、10連まで繋げて刺さる。まあ、10連は10連でも今のは、最後に2ライン消しだったんで、さらに火力が増されましたね。10連で、5ラインだから、多分2ライン消しだと6ライン行くんじゃないかな。まあ、その、テンプレというか、まあ、この戦い方はもう実質その、テトリス戦における最強の戦い方でもあるんで、これはしっかり取り入れておくこと重要ですね。特にその、DT 法って、単純にま、火力を送ってもいいけど、相手の、相手がま、ミスしてると、まあ、見れば、しっかりそこを見れば、あの、連を積み込めるんで、DT 連に、連にも派生できますから、ね、非常に優秀なテンプレなんで、DT 法組んでる上では、ま、しっかり相手見つつ、積み込める余裕、まあ、猶予があれば積み込んでいくっていうことですね。これ、本当に強いんじゃない？まあ、テトリスにおける最強戦術なんじゃないですかね、置き見す業種連は。まあ、しっかり、取り入れておくことが重要ということですね。はい、じゃあま、こんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。